ディスパッチャーズ、ポルノグラフィティの岡野明人です。雨降ってますね。あいにくのですね。今日は何をする？今日は釣りをしたいと思います。はい、僕の長年の趣味であります、釣り。基本でも一番、なんていうか自分が熱を入れたのはバスフィッシングなんですけど、まあ、バスフィッシングもやるし、そこからまあ海釣りに行ったり、今日やるこの管理釣り場、まあ、トラウトを釣る、ニジマスを釣るという、フィッシングも、やるので今日張り切っていきたいと思います。はい、釣りやるためのこう、そうです。この前先日僕誕生日だったんですけど、その誕生日プレゼントにスタッフがこう僕に送ってくれたという、こんな状態であの誕生日プレゼントを下ろすと思いませんでしたけど、もう雨である程度弾きますけど、そこまで雨仕様じゃない、申し訳ない感じですけど、これいただきまして、はい、今日はね、強力な助っ人を呼んでますんで、釣り仲間の西山周作さんです。こんにちは、お願いします。ニッシーです。皆さんニッシーと西です、呼んでやってください。ニッシーとは2、3回だよね、釣りに行ったって言っても。そう、ね、山中湖と本間さんと、あ、本間さんって言ったやつ、あ、シーバス、うん、琵琶湖も一緒に行って合宿して、そうそんなんでいろいろ一緒に行っております。行きましょう、はい、はい、行きます。ヒラメを釣りに行こうとして予約をしてたら、あのコロナになった、ちょっとやめとこうかみたいな。だいぶ久しぶりです。そうそう、だからちゃんとルアーも投げれるかどうかがちょっと心配でそんなことはないか。なんかスプーンっていうらしいです。形が違うってことはこの泳ぎ方が違うってことだから、この水流のこのなんていうか噛み方が違うから、それに反応するとか。ラインっていうんですけど、この糸がちょっとたるんだ感じで、負けということで、それでルアーが自然に動くということなんで、はい、ルアー釣りではもう当たり前のこのテクニックですね。糸がピンと張ってるたりするとなかなか釣れないっていう、なんか魚が違和感を感じるとか、なんでしょうか、ルアーがちゃんと動かないとか言います。なんか釣り番組やってるみたいな、気持ちいいな最初にハマったきっかけって何なんですか？ハマったきっかけは本当に僕は趣味がなくて、あのでよくね、雑誌とかなんかで趣味ありますかみたいな感じ聞かれるじゃないですか。で、困ったのないんですっていうのがもう心苦しくなってきて、で、なんかやんないといけないなと思ってた時に、あ、そういや島でね、一応親父によく釣りに連れてってもらって自分でもやってたから、あ、そういうのやったらいいんかなと思って、で、当時のマネージャーがそのバスフィッシングが好きだったから、じゃあバス釣りやろうかなってやったらハマったっていう、まあ、だからある意味原点に戻るというかね、あのちっちゃい時はね釣りやってましたから。ツアーで各地回った時とか釣り竿持ってったりもしてましたね。よくどっちがメインか分からん。ミシン釣りました。どうですか、サイズは。いいサイズだね。先ちゅっちゃって悪いねなんかムカつくな、そう言われて。なんとも思ってなかった先ちゅっちゃってごめんねがムカついたわ。よし、あー、すごい、ミシン釣りました、ね、大してリアクションもせずにもうすぐ釣ってやろう。どうだどうだ、さすが、どうだなんとも思ってなかった、余計腹立ってきたどうそんな別に今もう楽しくやってみましょうよ、それ競争とかじゃなくて一応前にちょっとアドバイスしてみてもいい？なんすかアドバイスしてくれるそうです。なんすか、なんとなく引いてて、うん、一回こうかなり沈めて、
竿をちょっとこうこれぐらいの高さに上げた状態で、うん、ちょっと早めかなっていうこれぐらいのスピードで巻いてくると当たりが多い気がする。早いんだ。なるほど。らしいっす。ここは素直に釣りたいので聞いておきましょう。で竿を立てちょっと早めに巻いて。あ、竿ね上に向ける。本当だ。あ、ほら。すげー。西。本当だ。ね。でしょ。やるね西。これね韓国で、はあ、口プロって言われてて、はあ、あ、バレた。バレました。それは俺のせいじゃないかな。やってみや。これやってみましたね。これ恥ずかしいやつです。すぐ投げてもなかったと思います。センスがある。お、いいですね。うん、あと、だいたいこうやったら釣れるよって言って、それはできないのも普通。うんうんうん。いやまあ。これをね、すぐね、やっちゃうところがね、やっぱスーパースターかなって感じ。今日は釣るだけですよ。ほんまに。釣るだけね。本当にあとは釣るだけやね。うん、釣らないといいプロって言われちゃうよ。ほんまにそうなんだよ。口だけプロだから。やだわそれ。本当かっこ悪い。西釣った。なんか今気配したね、うん、西釣りそうなした。いやそんなことでもいいとこ。わあでかいでかいでかいって。でかいでかい。いいし、これ釣り人の幸せの時間です。これはでもドキドキもするけど、こっからネットに入った瞬間のこの喜び、いいですね。いいサイズ。はい。向こう見てください。向こう、向こうも釣ってます。おー、来た来た来た。あ、今まじいさん釣りました。釣りましたよ。なんで彼女は釣ってるんですかね、ロケ中にね。相当好きらしいんですけど。相当スローですよこれ。釣りますねあの人。あ、田島さん。あれ、あれ俺だけじゃないかな、釣れないの。これ、これだんだん、だんだんみんなが気使ってくるパターンなんですよ。ちょっと一回みんな休もうか。あ、不思議っすよね、こんなに魚がいるのに食わないって。それも僕だけ。おかしいな。おい。おお。バラさん寄せなきゃね、これは。さすがにいいサイズなんじゃない。さすがにバラさんやってないけどね、これは。おー、いい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 。これがバラしたバラしたりするんですよね。それもスプーンでやったっていうのはね。これはね、まだ早い。あ、危ない。何やってんだ的な。いいサイズですよこれ。やったこれ。いいですよサイズ。よし、お、ね、でかい。一番でかいんじゃない。これいいよ。でかいじゃん。すげえ。これいいよ、うん、この安心した顔。これいいよこれ。よかった。いやこれでかい。これほんといいサイズ。これはちょっと1匹キープしといて、うん、もうこうなってくるとこの安心感でもう余裕ですから、うん。もう大丈夫。お、繊細だやっぱり。そうでしょ、繊細だやっぱり。